写真拡大。ロッテ 6-1 日本ハム 23日 ZOZO マリン。ロッテ福浦和也内野手が23日本拠地 ZOZO マリンスタジアムで行われた引退試合日本ハム戦に7番 DH でスタメン出場。やはり甘くはなかった。準備して挑んだが結果が出なかった。悔いはないですと4打数無安打に終わった現役最終試合の結果を納得の表情で受け止めた。打撃投手が一生懸命投げているボールで詰まっているから不安ですけども、なんとかバットに当てられるように、そしてチームが勝てるように頑張りたい。それだけです。試合前冗談交じりに話していた福浦、引退試合の打撃結果は夕ごろ、遠ごろ、うひ、ほひで4打数無安打。幕張の安打製造機のバットから約1年ぶりの快音は聞こえなかった。頭から使ってくれる監督の期待に応えたかったが、やっぱり甘くなかった。もう少し頑張りたかったが精一杯でした。引退試合に向けて準備して臨んだのですが、やっぱり結果が出なかったので悔いはないです。引退試合の結果をすがすがしい表情で語った福浦、通算安打ちょうど2000安打での現役引退となった。これまで2000安打に到達した選手で一番安打数が少なかったのは2000年に現役を引退した駒田徳弘氏、元巨人横浜の2006安打。それが僕の実力ですし、ここまでやらせてもらって最後に4打席も、しかも CS がかかっている大事な試合なのに、楽しかったし嬉しかったですと満足気に笑みを浮かべた。僕が生まれ育った千葉のチームに入団できた、それだけで幸せでしたし、まさか26年もプレーすると思っていなかった。本当にいろいろな方に助けられた26年間。9回、DH を解除し、福浦が慣れ親しんだ一塁の守備位置へ。5点リードのマウンドには、登板志願の守護神増田。西一塁から福浦さんに打球を取らせたかったと、左打者の平沼に対し内角直球を続けると2球目を強振した打球はバッテリーの狙い通りに1・2塁間へ。あんなライナーになるような打球のイメージはしていませんでしたと、増田も想定外の強烈なライナーとなったが、ゴールデングラブ3度受賞の名手はこれを横っ飛びで候補しゲームセット。補給した福浦の満面の笑みでグランドフィナーレを迎えた。ウイニングボールもらっちゃったよ。2軍で昨日はもらえなかったからと自ら補給した記念球を嬉しそうに報道陣に見せていた福浦。最後は飛んでくると思わなかった。あれをスルーしたらさすがにあれかなと、体が勝手に反応したんですかね。僕の実力じゃないです。みんなに取らせてもらったと、現役最後の大ファインプレーを照れくさそうに振り返った。試合後の引退セレモニーでは、これまで出会った全ての人へ感謝の言葉の述べると、観客席から紙吹雪が降り注ぐ中、笑顔でZOZOマリンスタジアムを一周。ロッテ一筋26年、幕張の安打製造機と言われた期待のバットマン福浦和也。最後まで涙を見せることなく、グラウンドを後にした。岩国誠。